はい、山本テロスこんんにちは、えー、皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いしますということで今日お話をしていきたいなと思っているのは、えー、東京オリンピックはどうも見切り発車っていうかね、えー、まあ賭けに出たなという感じでございましてねあのちょっとね新聞でも報じられましたけれども、えー、感染症対策アプリで100万人の外国人観光客を呼ぶぞっていうね結構ね、えーまあ、大本営発表みたいなのが出てですねみんなねえー、えーえー、ってなるわけですよね。 あのまあ、ちょうどこの辺の解説はねあの私のあの有料メールマガの,の人間メールの方でもちょっとね軽く触れているんですけれども。 ちょっと議論が非常にこうね、えー、複雑にこうね、パラレルに進んでいく中でですね、ゴー o t ートラベルをやめてみますとかですね、もしくはその制限しますみたいな話がこう同時に出てですね、俺これ本当どうやって政策的な整合性を取るんやみたいな話があってですね、まあ、この辺りの話を今日、えー、カイズマンでお話ししたいなと思ってるんですけど、これあくまで私個人の意見でございましてですね、私の所属する組織等の、ね、公式の見解ではないということを、まあ、あらかじめ申し上げておくわけなんですけれどもあの、結構皆さん誤解されていることは最初に1個あって、そういう指摘しておくんですけども、GoTo ト,トラベルの、あのまあ、要はこれからね、 どれだけややりりまますかかせんかあと東京離発着65歳以上に関してはやめさせるかやめさせないかみたいなそういう話がありますねとでこれは観光庁さんも中心になって、まあ、いろんなね、えーまあ、だおおおオンライントラベルーエージェンシーか OTA さんとのまあ話し合いみたいなこれがどんどん進んでますとでこれはあの、ね、あの私もいろいろさマまり作ったりとかもしくはいろんな会社さんとまあお話をさせていただくとです、ね、みんな困ってるわけですよねでその困ってる話に対してそのじゃあこれからどうやってその政策的にそのまあ最適な、ね、やり方なのかってこれ 検証しましょうっていうのは、まあ、一つ話としてあってでそれとは全く別の形として今回の五輪の話があると要はその検討している内容自体はですね、まあ、一見そのね GoTo も五輪も同じように見えるんですけどもでも実際は全然違うようなアプローチで今進めているというようなことなんですよね。であの前者の話を先にするとですね、まあ本当にぐだぐだなんですけどもぐったぐだたになって何でも前プラン B 作んなかったのみたいな話があって、まあ、それには一個理由があってですねその限られた、えー、まあ旅行者をしっかりと現地に届けるため 女性菌をつけけるだだの仕組みだからなんですよねでそ,のそもそもプラン B っていうのはその例えばその何歳以上の方は旅行者ダメとか健康に問題のある人は旅行者ダメとかってそういう条件をつけるって話ですよねでこれはプラン B の中身なんですけれども、まあ、プラン C はやめちゃうなんですけれども、まあ、プラン B のところで、まあ、今止まってますねとでその新しくその条件をつけるって言った時にですねそれができないからプラン A っていうのはもともーの,の GoTo トラベルだやったわけですよねでこれなんでできないかっていうと例えば JTB さんとかですねもしくはまあ楽天トラベルでもどうでも いいんですけれども1級とかねでああいうところが何をしているのかというと、まあ、お客さんからそのリクエストを受け付けてそのリクエストに対してそのああこれは GoTo 関係の。 予算がその対象になる旅行ですねとやればポイントをつけてあげて返してあげるそういう仕組みなので、まあ、非常にこう勘弁なわけですよねで今回そのプラン B が何でできなかったの政策的にこうなぜその考えてなかったのっていう話が出るんですけれどもこれはその条件付き旅行者っていう話なんですけれども例えば基礎疾患をお持ちの方、まあ、まあ基礎疾患ついっても例えば糖尿病とかね高血圧とか、まあ、常用してる薬があるお客さんとかですねもしくはその65歳以上の、まあ、いわゆるそのまあハイリスク群ですよねこの辺りをその端っ っていう話もあるわけですよねでそうなった時に例えば皆さんね旅行サイトの検索エンジン見ていただければ分かるんですけれどもあの何名どこにお住まいでというところまで入れるんですけれども年齢入れないじゃないですか。 で、その年齢入れないっていうのは、そのまあ旅行会社からすると余計な情報を取らなくていいようにするとか、まあいろんな理由はあるんですけれども、あの今回はそれをですね、取らなければならなくなるわけですよね。例えばその旅行サイトで旅行する人がですね、あのまあ自分ね、例えばじゃあ温泉行こうかってこう検索してですね、であのまあいい親とかいっぱい出てですね、まあここにしようがって言って選定して、要は日付入れ,入れて、人数入れて、 えまあ部屋のコースを決めて、金額が出て、それに対して払う払わないって、そういうそのまあ流れになったわけですよ。で、そこの中で、宿長とは別に、OTA の会社自体がですね、あのその人の,そのまあ旅行者属性って、僕らは結構言うんですけども、その旅行者属性そのものを取っちゃうっていうのはですね、これ、まあ、KYC 基準からすると、オーバーキルというか、取りすぎなんですよね。なるべく取らないようにしたいデータなんですよ。で で,でもそれでもなんとなく分かりたいところがあるので例えば性別とあとその年齢をその推定をするまあ仕組みを作ったりとかするんですけど最近取らないのはですねあんま年齢とか関係なくてですねもう観光地で大体決まってるんですよニーズとね。でそれよりもその持ってるその人の,その所得とか信用情報のが圧倒的に大事なので今や、ね、年齢とかでこうお客さん区分けしてねそのマーケティングやるなんてことはやらないわけですよね。 なので GoTo、まあ、ト,トラベルの場合はそ,のじゃああの、まあ、それこそ,、ね、その札幌と大阪にこう感染が爆発しておそらくこのあと東京と福岡が後を追うわけなんですけれどもその東京はその絶対にそういえば感染者が多いので東京発着の GoTo に関してはその65歳以上に関しては自粛をすると。要はは制度上は あんた65歳以上ですかって聞かせることを OTA にこう無理強いすることは難しいので旅行会社に言う,うのは難しいのでなのでその自粛をするというような形で,です、ね、逃げるわけですよねなので GoTo トラベルがその本当にこう、ね、感染の,その拡大の,その原因だったのかどうかって非常にこう科学的にも政治的にもデリケートなところなのでそれは一回棚上げをしてですねでそれ以外のところはそのしっかりとですね、まあ、政策的にこうカバーできるようにしましょうっていうのはまあ今回の,あのまあね あの徹夜でプラン B とかですね、いろんなことをわ、まあわあ言われてですね、まあ我々もこうね、こういろいろどうするんだよとか、いろいろ聞かれている知りませんよみたいなこう、押し物があったりするんですけども、やっぱこう、あの政策課題上はですね、まあ、何ができるのかできないのかっていうのは、やはりこうね、えー、皆さんね、いろんな意見がある中で、その最適解としては結局自粛に落ち着いたと。なるだけ政府も、えー、業者にこれ以上の負担をかけないようにする。で、業者の側も可能な限りは対応するけども、できないものはできませんということで、まあ、 話をです、ね、そこでこうストップさせるという点では、折、ま、衷、あ、案としてです、ね、まあ、これでよかったのかなみたいな話なんですよね。で、まあ、ちょっと先に話しちゃいますとですね、ねではこれでダメだったとき、どうなるのかって話なんですよ、ねいやその、またさらにですす、ね、きのでまあ感染爆発が広がってです、ね、でそのもう遺伝子型で,です、ね、誰がどこから来て広がったのかって、だいぶ分かるようになってしまっているので、ちょっと私の、ね、立場で、それを言うのはまあ非常によくないのかもしれないですけど、やっぱ東京から行ったらですよ、でしかもゴートゥートラベルの関係者が言ってるわけですよね。 でそういった人たちの,その追跡をどうするのかっていうところはちょっとこれからまた議論になるんですけどももうすでに旭川とかねこう一部病院ではその、ね、閉鎖されちゃったりとかね医療崩壊を起こしているような状態になってです、ねまあ、こうなってくると例えばそのスキーシーズンになりましたねとでなんかその重篤な、ねえー、まあ骨折かなんかしてです、ね、病院に運び込まれましたとでその時にです、ね、その病床がまず空いてないて で病床が空いてないし、その緊急手術しなきゃいけないときにこう嫉妬はできない。で、さらにこうね、そういった人たちに対して PCR 検査を回す能力もないみたいな話になるとですね、まあ、そこの時点でもう意外と終了なんですよね。だその、まあそういった点で言うと、そのスキーって結構そのね、えーまあ、まあ、マリンスポーツもそうなんですけど、まあ、故障する率が高いのでですね、まあ、そのあたりを考えたときにその、あんまり事故らないようにその行ってきてねみたいな話をですね、政府が言うわけにもいかなくてですね。<laughs> そ <laughs> その辺が結構難しいいいよねねっていう、ねまあ、そういう話で,すよ、ね、であのまあもう一個その情報法制研究所じゃないところでまあ議論が起きたもう一個あってですねあの、まあ、僕らからするとそのじゃあプラン B も駄目でしたってなった時にこれどうするんだよって話になってですねでどうするんだよって言われても,です、ね、もうやめるしかねえじゃないかみたいな話なんですよね。 でもう本当にアウトレージ的な感じなんですよね。あの結構ちゃんとした背広着た、ね、コンサルの方が僕が最初から言ってるじゃないですかみたいな。僕が最初から言ってたのになんであなた方聞かなかったんですかとかって激怒してたんですよねで。お前だったら最初からきちんと言わなかったらいけねえんだろう大揉め。<laughs> めちゃくちゃ揉めてて。 なんかね、あの、まあ、なんていうこう、あの、調べろって言われたら調べて資料作って持ってって、で、発表する順番待って置物になってるわけじゃんこっちは。そう、向こうで有識者が、なんか、胸胸のつかみ合いみたいなことやってるわけですよね。なんかね、こう、あの、せっかくね、みんな、こう、どうにかしようと思って集まってるんだから、起きちゃったものしょうがないじゃないですか。<laughs> それはそう適正にねこうまあ粛々とやっていくっていうことを、まあ、念頭に置いてね皆さんに議論してほしいななんてことは思いますよね。であの後半あのちょっとねこの辺りはまさに今今の議論なのでこれからどう転ぶかわからないところなんですけれどもまああの観測記事が日経し新聞に出てですね一面出たのかな。で私もそのね人間迷路でそのまあコメントをね、えー、先回りして書いたところで,ですねあの「お前そういうこと書くなよ」って方々から言われてですね まあ、結構面倒くさかったんですけどでもまあねあの議論の,その、まあ、内容としては五輪は強行であると、えーまあ、多少その世界的にコロナが流行っていたとしてもやるものはやるのだっていう大前提でですね、まあ、あの政策を組めっていうのはまあご価値があるわけですよね。でそれはその、まあ、もうね、えー、読売新聞さんだあの東京新聞さんだ、まあ、いろんなところでこうね これからやいのやいの書かれるんだろうなと思っていろんな、ね、取材合戦が早くも始まってですねねちょっと、ね、いかに電話に出ないかっていうことが今一番 <laughs> 重要なことになってきてるんですけど、まあ、そういった点でいうとですね、まあ、これからその何が起きるのかっていうのはちょっとご説明するとですね、えー、まあ五輪が強行するのであるとで昔みたいにそのどういう形でも五輪をやればいいっていうようなハードルからちょっと上がってですねやっぱりその日本の,そのコロナを脱したっていうことをその世界に見せたいみたいなことはちょっとあるとで日本はその各国に比べてどちらかというとそのコロナの対応についてはうまくいっている国だっていう自負があるわけですよね。 でこれはそのちょっとねあのいろんなパターンの見方があるんであれですけども。 あの政府はそう思ってますで実際海外からも日本は比較的感染症対策がうまくいっている国なんですよ、これはまあ事実としてそうだと。で、あ,のあと、正直にその感染者数を報告している国なんですよ。で、これ、今まさに中国なんかでね、出てましたけど、2月からそのお前、感染者もその死亡者数もいじってたじゃないかみたいな c n n に言われるみたいなね、まあ、非常に恥ずかしい展開なってるんですけど、まあ、日本は非常に真面目にね、医療関係も含めてですけど、感染者数でも分かった人数とですね、まあ、死んだ数はもう非常にこうね、ちゃんと出してるんですけれども、 まあその中で見てても比較的優勝だという判断になってますただしそれというのはその日本の医療関係者がですねもう本当にねこれ以上伸びないぞっていうぐらいゴムを伸ばしてですね頑張って頑張って頑張った結果医療崩壊をせずにですねえ処置もしっかりできてその死者の数が抑えられてきたっていう経緯があるわけですよね。 もちろんそのいろんなステロイドを使うとかもしくはそのね、あの,他の薬剤を使いながらです、ねまあ、きちんとした危機器を、まあ、入れられる病床をきちんと増やしていって大、ね、阪以外ですけども、えーまあ、うまくやってきたっていう経緯からするとその医療関係者の勝利だというふうにまあ我々なんかは思ってるんですよね。なのであのもちろんその国民性の点でいうとやっぱりちゃんとマスクをする、まあ、もちろんで電車に乗りに行けば皆さんマスクされてますし、まあ、労働サイド店とか車で行ってそのまあ食事しようと思うと直前まで皆さんマスクされてたりとかね、まあ、しっかりと皆さんマスクしてるので、まあ、そういう そういった点でいうとマスクの有効性が分かった今ですね日本はちゃんとそのマスクをして生活をしている人々が住んでいる国だってことまではご納得いただけているのかななんてことは思うんですけれども、まあ、そういうマスクの有効性なんかとあと合わせて日本人がマスクに対してさほど抵抗がなかったってことによって感染が防がれているんじゃないかっていうことは何となく言われているわけなんですけれどもただそれはやはりこう国民性の部分と日本人の,その医療関係者の責任感ですよね。 えーまあ、これは我々がその最後まで頑張らなければや日本の医療崩壊するのであると最後の最後まで、えーまあ、頑張ってやりましょうみたいなことをまあ皆さんねあの志高くやってくださっていたからどうにか持ってきた部分があるわけですよただここにきてですねやっぱりこうまあ自助努力、まあ、それこそ,その民間のそのね感染を防ぐための努力として例えばマスクをしましょう手洗いをしましょううがいをしましょうあと人混みのない,い,いところに行かないようにしましょうみたいなそういうまあ要請ですよねでそれは国民の側かするとまあ感染症になりたくないから。 あじゃあマスクはちゃんとしますよと手もちゃんと洗いますよということで、まあ、国民でのコンセンサスもできたと、まあ、これは日本としては非常に微徳な部分だと僕は思うんですけれどもただそういう民間の協力啓蒙の中で抑えられる感染の規模というのはちょっと今回は超えてくるであろうと、まあ、今まさにね第3波のピークアウトしたかしないかみたいなことを議論している最中ですけれどもこれからもう一個山があるかもしれないっていうの、ね、今まさにこう、ね、危機を持って迎えられているところなんですけれどもやはりそのおーこれでこう、ね、五輪の人たちがわーっと来た時に、まあ、正直こう,、ね、こういろんな人 それこそねまあコロナ禍なので日本人としておもてなしするにあたってはそのちゃんとマスクしてねとかちゃんと手を洗ってねとかうんこしたらちゃんと拭いてねとかそういうような話をまあするんですけれども、えー、まあそういうその日本ならではの,その清潔な環境を外国人の方々にもお願いをしていきましょうみたいなことをやっていかなければならないとでさらに今回その感染症対策アプリっていうのも100万人規模でまくって話になってるんですけれどもあのこれある種の努力目標を まあきちんと明文化したのが報道で出てるんですけども、要は各国の,その,あの出国時点の PCR のまあ陰性証明、かっこ仮みたいなものが出たときに、その人はその国内に入国させてあげましょうという話になってるわけですよね。ただ、今も、まさにもう問題になってますけれどもその外国人から、外国人が日本に入ってくる条件が緩和されてです、ね、今、大体2万7000人ぐらい入ってきてるんですよね、10月か。 でまあ、その中でいうとやっぱりその本来だったら感染者がいないと思われていたのに例えばベトナムとか中国とかですねでこの辺りの方々の,その,あの入国時点での,の PCR 検査抗原検査において陽性が出るケースが出るわけですね。 であのもう一回そのちゃんと調べてみるとやっぱり陽性だったという方々が、まあ、ある程度やっぱいらっしゃるとなると我々はその国レのベルで発表されている例えばベトナムでは感染者はいません中国で今ほとんど感染者はいませんって言ってるのは実はそうではなくてその隠された感染者ってはまだたくさん残っていてもしくはその症状のない方っていうのはたくさんいらっしゃってでそういった方々もやはり入国する可能性があるのだそういう危険と隣り合わせなんだってことを、まあ、ああまあ身をもって知るわけですよね。でまあ2万,万7000人なんですけど、まあ、これがその40倍になるわけですよ。 あの100万人東京オリンピックでお越しになるようにこうね手配しますって言っちゃったわけですからねでこうなるとですね。 あの今の,その、まあ、空港であるとか港湾の,の検疫体制で大丈夫なのかっていう議論になるわけですよね。でまあぶっちゃけた話で、まあ、今日本の PCR 検査の件数自体はその非常にこう公的検査においては拡大をできるような状態になったので、まあ、一生懸命港湾だとかその、まあ、空港に関しては PCR 検査抗原検査ができるようにしましょうとで特に抗原検査はその、まあ、ちょっとね非常にこうまあいろいろ問題もあるのでこれは後日番組でも一回解説したいなと思ってるんですけど、まあ、一応検査はできるようになりましたとなってくるとじゃあそこで その出たその,陽性の方をどうやって「えーまあ、あ,あなたは要請なので出ないでね」ってやるかどうか。であの外国人の方に「いやあんた陽性だったからここの,そのねホテルで飯もなしにお前と,とりあえず2週間泊まってるよ」ってできるのかっていうのはねちょっとその東京五輪においてはその非常にこうまあチャレンジングだよねっていう話があるんですよね。まあ、無理ななんじゃいのみたいな でそういったときにこう我々がどういう形でですねじゃあ東京オリンピックをじゃあ継続するのかいや、なかなか難しくやっぱりやめるのかみたいなジャッジをやるするのかっていう話なんですよ。で、そのジャッジはもうできる期間を通り過ぎたんだっていうその、まあ、政府関係の人もいればいやまだまだそのあの状況を見てね、えー、やっていかなきゃいけないっていうその方々もいてです、ね、この辺りは非常に分かれてますねと。で、あのやはりその日本国内の問題だけで判断しちゃいけないよって言ってる方がは僕は正しいと思っていて。まあ 例えばですねその東京五輪ですって言った時にですねやっぱりいろんな国からお客さんが来るだけじゃなくて選手も来るわけじゃないですかでその選手自体がその例えばその各国のね陸連とか、まあ、その他競技団体の先行へってやってくることがそもそもできるんだけけで十分なトレーニングをしてそのきちんとスポーツの祭典にふさわしいようなね、えー、競技ができるんだっけみたいなことってやっぱちゃんと一回継承するべきだとであの政府関係の方で特にねこう国外店だとかいろんなその、まああのまあ、ビジネスをやってる 方々からするといやできるんだよっていうことはまあ結構ね、えー、まあ責任ある立場の方もおっしゃるんでまあそうですかっていう話はなるんですけどもただやっぱりこうね えー、それを受け支えするする日本の医療現場とかですねもしくはその、まあ、社会制度をどうやってこう,、ね、うまく担保するかっていう側からすると今のやり方でやったらか確実パンクすんじゃねえのみたいなでパンクした時に、えー、非常に恥ずかしいもんするし非常にこう、まあ、ね辛い、まあ、お別れがあったりとかするんじゃないかっていうふうに考えるとですねちょっとおいそれとじゃあこれをね拡大してその日本やっぱ東京オリンピックやってよかったねとはなるのは難しいんじゃないかみたいなことねやっぱ言うわけですよね。まあ、その辺がちょっっと今回ですねまあ、まだ決まってない段階 で日経新聞の一らにその,まああの後追いみたいな形いろんな報道機関も出してきたのでこれちょっとねやっぱうんまあなんていう観測気球とかその成事実作りたかったにしてはちょっと乱暴なんじゃねえかとでもちろんそのねやりたい気持ちはすごくよくある東京オリンピックやりたいって気持ちは私もそうですしどうせやるなら成功させたいと思うのでそれはいいんですけどでもその今この段階でそのじゃあ えーまあ、東京五輪がね、えーまあ、できる前提で100万人呼ぶんやとでそのアプリも作るんやという話になった時にまあほんこれ大丈夫なのかよっていうのはやっぱ思っちゃいますよね。なのでちょっとここら辺は要検討というか年内から年始にかけてまあ似たようなそのまあ問題提起の報道っていっぱい出てくると思うんですよ。 であの五輪は中止すべしっていう人も出てくるだと思いますしその五輪をやるにしたらこういう条件じゃないかっていう方も出てくると思いますし、まあ、いろんなそのまあ議論がアイディアとして出てくると思うんですけれどもただもう菅さんはやるんだと思うんですよ。菅義偉政権はもう完璧にこれはもう五輪をやるとやるんだというようなね 迫力を持ってその、まあ、今回ね非常にこう強くう、まあ、いろんなところにお話をされているようにも見受けられるので、まあ、やる前提で言った時に何ができるんだっけっていうのはもう一回ね考え直した方がいいんじゃないかななんてことは思いますよね。なので、まあ、ちょっと前だとやっぱり2ヶ月3ヶ月ぐらいだとそのどういう形であれを東京五輪をやるのだっていう方向で検証してほしいっていう話が。 あ出てたんですけれども、今そのどういう形でもっていうことではなくてもう単純にその今までのまあ一年延期になった東京五輪をしっかり開催できるようにしてほしいみたいな言い方になっているのはちょっと事実ですよね。でこれ本当にねあの開催できるのか国民の負担のない形でうまく収められるのかについては僕もよくわかりません。ただそのまあ思った以上にこうねハードル高いんだぞっていうこともですね皆さんに知ってもらった上で、えー、一連のね東京五輪強行開催のニュースについてはですね捉えていっていただければいいかなというふうに思いますよね。 あのまあ、その次に何になるのかあの、まあ、いろんな議論がこれから出てくるとは思うんですけどやっぱり感染者数というは医療機関に対する負担をこれ以上増やさないようにするっていう前提と。 あと、その海外から感染者が来た時に無理なく対応できるような仕組みを作るには相当な労力がいるはずだとで、これ以上その医療機関に負担をかけると大阪以上のことになっちゃうんだってうことをもうぜひ理解していただいて、ですねでもっと言うとそのまあねワクチンがどれだけ効くのかとかでさまざまなファクターはあるんですけれども、海外から選手来なかった時の対策っていうのを考えなきゃいけないのかなと。 これはね、できるっていう人たちならまあね、一生懸命そういうふうにおっしゃるんで、まあそうですかと聞くんですけども、それって、あの、本当にできると思って言ってますかみたいなことをね、聞くとね、いや、お前、それはちょっとよく考えてくれよ、みたいな感じですできないこと言っちゃダメじゃないですかみたいなことをね、言うんですけどね、まあ、そのね、その前の週で、ね、掴み合いの喧嘩しましたけどね。<laughs> まあそんなこんなですね、まあ皆さんこう、その辺の議論をこう見るときには、ぜひ参考にしていただければな、というふうに思います。はい、どうもありがとうございました。